ばんは。あ、聞こえた。こんばんは。ななさんこんばんは。なんかやっぱりこっちのこっちでやろうと思ったんですけど無理だった。コメントが見えなかったので。今日ポニーテールしてたからさ、ちょっと。こんばんは。こっちで読むね。この携帯をここに置いたら見れる？うん。こんばんは、お久しぶりです。 AZ さんこんばんは。20分ぐらいやろうかなって思ってる。ちょっとこっちの Wi-Fi 切ろう。家の Wi-Fi みんなつなげてるからかもしれん。こんばんは。8時50分くらいまでやる。8時9時にママが仕事で帰ってくるから、その前お風呂入らないと抜かされるから。動画とチェキ届いてよ。みんな買ってくださった方ありがとうございます。届いた方いますか？あの今回はあの私の8周年記念ということで、あの私のチェキを販売したんですけど、たくさんの方が買ってくださってめちゃくちゃ嬉しくて、すっごいチェキに長文書いちゃいました。一人一人ね、あの違うんですよ。内容とかも違うんだけど、めっちゃ書いちゃった。ありがとうございます。届いて嬉しい。あのそう、ほぼほぼ全部自分でやったの。ちょっとママに手伝ってもらったけど、ほぼ自分。そう、8月31日までだから、8月31日までに注文してくださったら届くかな。うん、まあずっと定期的にやるのもあれなので、赤帽子さんこんばんは。ジロー君こんばんは。来てくれてありがとうございます。はじめまして。ぽいぽいさんはじめまして、来てくれてありがとうございます。星野です。いつもみたいに不安な場所で書いてないから字が綺麗だったそう、あのいつもはライブの時に時間がない状態で書いてたから、もうマジで平気、下手な字だったし、でも今回はゆっくりと時間をかけて書いたので、まあ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 だと思います。で本当にあのぜひともゲットしてほしいですね。ちょっとみんな一応大人っぽくなった。それが多分会うと変わんないんですよね会うと変わんないです。唇が乾燥してんのよ。でも周りになくて、イヴ・サンローラン、ファンデーションをね変えようと思って、最近何にしようか悩んでます。何にしようかな。何かおすすめありますか？こんばんは、帰宅中のレモンです。ありがとうございます。お帰りなさいませ。お帰り。こんばんは。
決済どうすればいい？決済はあのクレカとコンビニがあるあります。はい、8月になりましたけど皆さん本当に手洗いうがい気をつけてね。マジでもうさ、若者の感染者が増えてるってことでマリアもマジ危機感持たないとなって思ってます。実はというか本当にこれはガチで本当にあの危機感持たないとなって思う。でも本当にまん延防止の前にねママとねあの浴衣を着てお出かけしたんですよ。そうだからちょっとそれあげたくて、あげてたらさちょっとさまん延防止なのにこの子出かけてるじゃんってなると思うんだけど、違うので気にしないでください。ワクチンは打ってないです。うん、えいちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは。ファンデーションのことわかんないね。ファンデーションのおすすめ知りたいんだけど何がいいかな。今日なんかあの今日仕事だったんですけど、仕事終わってからあの名古屋ビルジングじゃないや、間違えた、名鉄百貨店にあのデパコスがいっぱい売ってるお店がいっぱいあって、そこに行ってなんか